disappears when you find a new feel shonan. Feel shonan.この時間は神奈川首位プロジェクトフィール湘南がお届けします。今日もリポーターの下田奈々さんと一緒にお送りしていきます。奈々さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、先週は、鎌倉江ノ島七福神巡り、その前編前編お送りしましたけれども、はい、今日後編ということで後編をお送りします、はい、ね、おさらいとしましては、前回のところちょっといらしたところもう一度教えていただけますか。はい、前回が上智寺から始まりまして、法界寺、妙流寺、本覚寺に4つ回ってきました。はい、コースとしては、北鎌倉からのコースと、はい、江ノ島からのコースあるんですが、まあ、今回はこの北鎌倉からのスタートをしました、はい、そうですね、そして今日ご紹介していただくところなんですけれども、最初は今日はどこからになるんでしょうか。はい、今回は長谷寺からご紹介いたします。はい、じゃあどなたにお話を伺ったんでしょう。はい、ご住職でいらっしゃる松田寿空さんにお話を伺ってきました。はい、はい、もともと当山の大黒天様は、応永19年1412年、室町時代に、作られたと言われている神奈川県で最古の大黒様ということです。で、現在、貴重な資料としてね、宝物館に収蔵されていますので、お堂の中ではご覧になることはできないんです。で、この最古の大黒天、作られたのが弘法大師と伝わっておりまして、弘法大師さんが主上ですね、皆さんの出世を願って作られたということで、出世開運大黒天ということでね、皆様に、皆様信仰を受けているわけなんですけれども、当山はご存知のように、本尊は観音様、十一面観世音菩薩なんですけれどもね、その中で、非常に大黒様の人気も高く、お正月、を迎えてね、鎌倉江ノ島七福神の大黒様として、長い行列ができるぐらいのね、人気があります。で、近年御朱印を集められる方が非常に多くて、それで時間待ちもねできるぐらいの賑やかさになっておりますけれども、鎌倉の風光明媚ですね、山があり、また海が見れる、そういう七福神巡りっていうのは特に、巡ってても楽しい、という要素がねたくさんある、全国に、七福神巡りっていうのはたくさんあるんですけれども、全国でね、ある調査では、ランキング4位になったということでね、都会の中でもないし、山奥の中でもない、海と山が同時に楽しめるということで、非常に人気を得ているところでございます。Feel Shonan。 先ほどお話にもありましたが、全国巡って楽しい七福神ランキングで、この鎌倉江ノ島七福神巡りはなんと第4位だということです。全国でも第4位、はい、その魅力って何でしょうね。はい、こちらにコメントもあるんですけれども、やっぱりその江ノ島の海岸線だったり、富士山も見れるって、その景観とともに七福神巡りができるっていうところが魅力だそうです。やっぱりね、本当に環境いいですしね、はい、これが湘南エリアで、全部回れてしまうという本当にありがたい、地域でありますね。はい、はい、さて続いてはどちらご案内していただきました。はい、続いては御霊神社に行ってきました。こちらではゴンネギでいらっしゃる菊池さんにお話を伺ってきました。御霊神社のゴンネギでいらっしゃる菊池さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先ほど拝見させていただきましたが、福禄寿様
といった神様は一体どういった神様なんでしょうか。はい、日本古来の神様ではいらっしゃらないのですが、はい、頭が長くて非常に長寿であるという神様でして、はい、福禄寿様の福は幸福の福、禄は金運、宝禄と申しましてサラリー、お給金すなわち金運の神様、寿、福禄寿様の寿は、長寿の寿、つまり寿命を、司る神様というふうに伝えられております。はい、こちらの神様はどうしてここの御霊神社に祀られるようになったんでしょうか。はい、福禄寿様が祀られておりますのは、はい、私ども御霊神社の例祭が毎年9月18日に行われますが、その面掛け行列の10のお面のうちの一つにあたります。福禄寿様のお面をお祭りしていたことから、七福神巡りの中に加えていただいたようでございます。その面掛け行事でしたっけ。面掛け行列、面掛け行列というのは実際にそのお面をつけてお祭りをするものなんですか。はい、ゴンゴロウ影政様をお乗せしたおみこしの前に、10人の坂の下の住民がそれぞれ面をつけまして練り歩くお祭りでございます。その一つがこの福禄寿様で、はい、そうですね、ここにいらっしゃった、はい、お祭りをしております。あそこに実際に置かれていたものは本物になるんですか。はい、でございます。あ、じゃあ本物のお面を、お祭りの時は本物をつけてやるわけでは、一応本物を、本物をつけるんですか。はい、すごい。じゃあ福禄寿様はその金運と長寿、長寿と幸福、幸福、はい、3つもを司られる神様という、神様ということで聞いております。分かりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Feel Shonan、このお面は奈々さんご覧になったんですよね。はい、その面掛け行列の10個のお面が並んでいたんですけれども、うん、本当に細長い顔のものから天狗のような鼻の高いものまでいろいろあって、はい、それが並んでるとやっぱりすごい独特な雰囲気があって迫力がありましたね。あ、本当ですか。じゃあ実際お祭りの時にはこれをかぶって練り歩くと、はい、へえ、そうですか。なんか同じの庄内エリアでも知らないことがまだまだたくさんありました。たくさんありますね。うん、なるほどね。さあ次はどこにご案内していただきましょうか。はい、続いてはもう最後なんですけれども、はい、江ノ島神社です。でこちらではゴンネギでいらっしゃる堀崎壮さんにお話を伺ってきました。Feel Shonan。 江ノ島神社は、西暦で552年創建されたと伝えられているお宮でございます。だいたい分かりやすく言いますと聖徳太子よりも少し古い時代にできたお宮だと思っていただければよろしいかと思います。こちらのお宮は三柱のお姫様方をお祭りしておりまして、島の中に入ってまいりますと辺津宮、中津宮、奥津宮と3つのお宮が立ってございます。それぞれにお一柱ずつの女神様をお祭りしております。分けてもこの境内、辺津宮の境内に宝安殿という赤い御社殿がございますが、そちらの中にお祭りしておりますのが日本三大弁財天としても名高い弁天様をお祭りしております。こちらには2体の弁天様のお像が祀られておりますが、手が8本お持ちになっている八臂弁財天、そして2本の腕に琵琶を抱えた妙音弁財天と、お姿の違う2つの木造彫刻で表された弁天様をお祀りしております。七福神の中の紅一点としても非常に艶やかでお優しい神様でございますけれども、その御神徳、まあ、御利益といった方がよろしいでしょうか。音楽と芸能の守り神であるのと同時に弁財天の財という字が財宝、
という言葉につながることから、お金の神様と一般によく言われて親しまれていらっしゃいます。境内には銭洗いの池がございまして、こちらの池には弁天様と対をなす、これ非常に大事な神様ですが、龍神様が弁天様とは非常に切っても切れない関係の神様なんですが、この龍神様をお祭りした池がございまして、その池のお水でお金を洗っていただくと、それが何倍にも増えて戻ってくるという信仰があります。七福神巡りのちょうど江ノ島というのはスタートラインになるか、あるいは最終のお参り場所になるか、ルート的に言いますと初めか最後にお参りされる方が多いようでございますが、どうぞこの江ノ島の海を渡りまして、風光明媚な景色も楽しみながら、神様のお力と自然がもたらすエネルギーと両方を大いに感じていただいて、日々生活へのエネルギーと申しますか、英気と言いますか、授かっていただいてお帰りいただければ、これに勝るお参りはないと存じます。鎌倉へお越しの際にはぜひとも江ノ電ビル4階鎌倉市観光協会、もしくは東口すぐのエキスト1階にある鎌倉市総合案内所の方へお越しください。皆様お待ちしております。Feel Shonan。 ただいま鎌倉市観光協会の杉山香織さんにもお話をしていただきました。それから江ノ島神社なんですけれども、こちらの弁天様、実はあの鶴岡八幡宮の方にも同じく弁天様がいるということなんですけれども、うん、今回は江ノ島神社の方に行ってきました。はい、もちろんこれね、あの全部回るとまたさらに達成感がひとしおということだと思いますけれども、はい、今回こうやって巡ってみてどんな印象を持ちましたか？なんかそれぞれお寺や神社ごとに全く雰囲気が違って、うん、で本当にありがたいことにご住職様だったり権力さんにお話を伺えて、はい、それぞれ本当にいろんな方もいらっしゃって、なんかすごい貴重な経験でした、うんね、なかなかこうまず全部巡るっていうのもあまり実はないですね。あんまりないですよね。この短時間でお寺とか神社をこう比べるというか、うん、いろんな雰囲気を見ることがなかったので、うん、そうですね、うん、ましてやこうあのお話も伺うことができまして、本当にあのあそうなんだって思うこともね、はい、あのたくさんありましたね。これまで気づかずにあのお参りしていたので、これからはこれを知った上でお参りしたらまたさらに楽しいなと思いました。そうですね、うん、その裏の奥にある、いろいろな意味合いですとかね、うん、神様について、調べていくとまた一層あのあなるほどねと ありがたみも増すかもしれないですね。はい、はい、というわけで、この、七福神巡りの様子などは、Facebook フィール湘南のページにもアップされます。はい、ね、ぜひとも皆さんいいねをクリックよろしくお願いいたします。これももちろん奈々さんがこう回ってる様子もこれ写真にアップされますね、はい、そうですね、寒い中手袋とマフラーをして回ってきました。海に入らないと思ったら寒空にまた放り出されてね、もう本当に、いやでもこれはいいですよ、きっとあのほら幸せは常にそばにある。そうですね、2015年最高な はい滑り出しを。そうですよ、本当なかなかないと思いますのでね。はい、はい、ということで今日もリポーターの下田奈々さんとお送りしてきました。奈々さんありがとうございました。ありがとうございました。フィール湘南、この時間は神奈川シープロジェクトフィール湘南がお届けしました。